同盟締結から120年です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。海上自衛隊の練習艦鹿島と島風が英国海軍の基地ポーツマスに寄港し合同演習、世界から大歓迎されているようですね。海上自衛隊の練習艦鹿島と島風が第72期一般幹部候補生家庭修了者およそ160名を含むおよそ530名を乗せ、ついにイギリスに到着しました。振り返れば4月24日横須賀港で家族386人が航海の無事を祈り見送る中、横須賀を出港した鹿島と島風は進路を西へ西へと進みながら、関係各国との共同訓練を重ねてのポーツマス寄港です。練習艦鹿島は昨年空母クイーンエリザベスが日本に寄港したことへの返礼として、退役後にロンドン市内を流れるテムズ川に係留され、現在は大英帝国戦争博物館分館になり陳列されている巡洋艦ベルファストの横に停泊しました。いわゆる跳ね橋、潮海橋であるタワーブリッジを通過する鹿島、そして英国海軍の基地であるポーツマス港に入る島風、共に美しすぎて見とれてしまいました。それはもちろん私だけではなく、現地の方々からも素晴らしいとの歓声が上がっています。こちらではこのニュースの概要や考察、また海外からの反応など、今日も楽しくお伝えしていきますね。6月22日付日本経済新聞によると、海上自衛隊の練習艦鹿島が22日英国の首都ロンドンに寄港した。今年は日英同盟締結から120年で、英海軍と洋上で共同訓練も行う。ロシアがウクライナに侵攻し、中国による台湾有事への懸念が強まる中で、両国の防衛協力を強化する狙いがある。鹿島はロンドン寄港に先立ち、 NATO 北大西洋条約機構の常設海上部隊と共同訓練を実施した。艦上で記者会見した小牟田収穫練習艦隊司令官は、日英の防衛協力をさらに進化させる必要がある。日本が提唱する自由で開かれたインド太平洋を進めるためにも、英国の力を借りることが必要だと述べた。林一英国大使は、ロシアによるウクライナ侵攻に触れ、志を同じくする国との同盟やパートナーシップはとても重要だと語ったと報じています。とても心強いですね。6月20日、英国南端に位置し、英国で唯一島嶼部に位置する都市ポーツマスから少し西のドーセット州沖合で、イギリス海軍のリバー型哨戒艦マージーと測量艦エンタープライズ、そして海上自衛隊の鹿島、島風が共同演習を行いました。エンタープライズといえば、世界初のアメリカ海軍の原子力空母を思い出してしまうのですが、こちらのエンタープライズはイギリスの測量船です。今回の共同演習の目的は、艦艇の協調的な動き、そして通信と編成能力を重視した演習です。この演習後、鹿島はロンドンに向かい、島風はポーツマス港に入港しています。その姿がツイッターに投稿されていましたので、早速コメント欄を見てみると、地元の方々だけでなく、世界中の人々から大歓迎の声で満たされていることがわかります。本当に嬉しいですよね。その昔、大英帝国と大日本帝国は、日英同盟を結んでいた時期がありました。この同盟があったからこそ、日露戦争で
ロシアのバルチック艦隊が日本に向かう際、イギリスは当時支配していたスエズ運河を通らせず、アフリカ大陸を回るルートに変更させたことで、当初予定していた3ヶ月の航海が7ヶ月にもわたることになる羽目になりました。イギリスからはその後のフォローも様々あったのですが、そのおかげで日本は日露戦争で大勝利を収められたというわけです。中国とロシアの軍艦が日本列島を威嚇しながら周回する今こそ、ロシアのウクライナ侵略で積極的にウクライナ支援を続けているイギリスと再び同盟を結ぶことはとても歓迎すべきことだと思います。アメリカが没落していきつつあり、中ロ、北朝鮮がますます横暴になっていく中、その3カ国と相対する位置にある世界で最も危険な先進国、日本。先日は次期戦闘機の共同開発をイギリスと行うことが報じられていましたが、日本が平和構築を目指す上で日英同盟は待ったなしだと個人的に思います。同じ海洋国家としてロシアを東西から睨みを利かすこともできますからね。少し話はそれますが、イギリスでは6月25日は軍隊の日。ウィリアム王子とキャサリン妃の公式ツイッターアカウントで、キャサリン妃は、ここイギリスと世界中の海、陸、空のすべての軍隊で働く過去と現在の勇敢な男性や女性に敬意を表したいと思いますと投稿しました。さらに、あなたとあなたの家族が私たちの安全を守るために犠牲になっていることに感謝しますとも。加えて、昨年11月に英国陸軍の訓練施設を訪れた際、パイロットの服装をし、操縦席に座るご自身の写真も投稿し、昨年私は英国陸軍と同じ時間を過ごし、彼らが現役の兵士や新人をどのように訓練しているかを見ることができ光栄に思いました。私たち全員を守るために軍隊が日々果たしている重要で多様な役割を直接見ることができたのは素晴らしいことでしたとの文章を添えています。イギリス王室の方々が兵役に就くのはよく知られた話で、かつてウィリアム王子はイギリス空軍に所属していたこともあったのですが、こんなのを私たち日本人からすると少しびっくりしてしまいますよね。ちなみにイギリス軍は陸軍、海軍、空軍の3つの軍で構成されているのですが、その名称には昔の名残があり、陸軍、ブリティッシュアーミー以外は海軍、ロイヤルネイビー、空軍、ロイヤルエアフォースと空海軍にはロイヤルの名称がついています。ロイヤルの意味は王立、すなわち王や王族が資金を出したり講演して設立運営することを指すのですが、その名の通り海軍空軍は国王女王が所有する軍、そして陸軍は議会に基づき編成される軍と区分けされていたそうです。日本とイギリスは共に王室皇室をいただく国ではありますが、ここまで文化が異なること、とても興味深いですね。こういう事実を見ていると、軍設立の歴史はどうあれ、日本の自衛隊隊員はもっと国民から尊敬され感謝されてもいいはずなのですが、日英の歴然としたこのような差は一日本人としてとても悲しく感じます。ところで6月25日の午前11時15分、練習艦鹿島は再びタワーブリッジを通過しますとロンドンのタワーブリッジ公式ツイッターが公表しています。同じく25日の午後、練習艦島風はポーツマス港を出港しています。このように海上自衛隊の2隻の練習艦は25日にイギリスを離れていきますが、イギリス海軍の洋上パトロール艦セバーンなどと訓練を重ねながら次の目的地、アメリカのノーフォークに向かいます。台湾危機が迫る中、インド太平洋地域での存在感の高さを見せているイギリス海軍。
そのイギリス海軍の哨戒艇テーマーは現在オーストラリアのダーウィン港に、その姉妹艇スペイはシンガポールのドックで点検されています。この2隻の船をインド太平洋地域にこれからの5年間展開させる予定です。同じく6月25日には護衛艦いずも、高波、そしてアメリカ海軍の補給艦ヘンリー・ジェイ・カイザーが太平洋で共同訓練を実施しています。日米同盟の抑止力、対処力を強化するための共同訓練でしたが、日本は日米同盟を中心として日英同盟、日豪同盟、クワッドの軍事同盟化、可能であればオーカスへの参加など、自国の安全保障のためにできる限り仲間を増やす努力をすべき時に来ています。まずは日英同盟復活、それを願うばかりですが、それには日本側の山積した課題をどうにかしなければなりません。今回のニュースには海外からも歓迎の声が多く寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。ようこそイギリスへ。短い滞在ですが、自衛隊の方々はどうぞリラックスしてお過ごしください。今週は日本の自衛隊と一緒に仕事ができて本当に嬉しいです。タワーブリッジを通過する日本の軍艦の姿は息を呑むほど美しい。かっこいい。一目でイギリスの船ではないことが分かりました。日本の軍艦はどれくらいロンドンに滞在するの？6月25日午前11時15分、再びタワーブリッジを通過して去っていきますよ。この船を見ることができた人は本当にラッキーです。見てください。この清潔感と整頓された雰囲気を。ロンドンの真ん中に日本の軍艦がいるなんて、まさに歴史に刻まれる出来事です。日本の艦艇のイギリスへの寄港はどの程度あるのでしょうか。かなり遠いですからね。前回の練習艦の寄港は2016年でした。日本の艦艇ってなぜこんなに美しいの？そしていつ見ても美しい。これは過去に遡ってもそう。彼らには何かがあるのでしょうね。印象的な艦艇ですね。グッドルッキング。島風はゴージャスです。日本の船は船首から船尾まで錆一つないのが素晴らしい。日本の旧式軍艦に見られる特徴的なファンネル、煙突が残っています。島風を一般公開していただけないでしょうか。大日本帝国海軍の戦艦鹿島はイギリスで建造されたんだよね。日本の艦艇はなんと強大なのでしょう。このような困難な時代に新しい国際的な友情と支援はいつでも歓迎です。今度は最上型護衛艦を派遣してよ。テムズ川沿いを犬と散歩していたら日本の艦艇を見かけました。ラッキーアイテムを見つけたみたいな気分です。私は日本の艦艇がロンドンを去る場面を見ることができました。本当に綺麗な船でした。次の戦争が対中国と分かっている今、日本とイギリスの協力が早急に必要です。かつては味方、そして激しく戦った敵になり今は味方、これって素晴らしいことだと思います。6月22日付、神奈川新聞によると、海上自衛隊横須賀基地で8月6日サマーフェスタが開催されるそうです。ここ最近はコロナの影響で中止されてきたこのイベントには、護衛艦や潜水艦の展示もあるようで、入場無料、事前予約不要なのでかなりの混雑が予想されると思います。ただ日陰が全くないそうなので、
行かれる方はくれぐれも暑さ対策を万全にしてくださいね。私はこの話を聞いて横須賀海軍カレーを取り寄せたくなってしまいました。台風が来なければいいのですが。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。